人間は機械に決して勝てない。どん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 本物と見分けがつかなくなっちゃうんですね。人間にしかできない仕事っていうのは、特別な人間しかできない。母親の愛情とか、で人間の思いやり、いずれすべての機械が取って変わる。と。確実に分かっていることばかり言ってるんですよ。その日は必ず来るってことですね。 YouTuber が人工知能に地位を奪われるというのの、まあ、その考え方の補足みたいなものをちょっと今語ってみようと思います。ちょっとまず、大枠の話からすると。 僕らののの周りにあるものは、アートのいですよね。例えばあの喫茶店に行くとコップ出てきますよねお水飲むあのタンブラーというやつですねもともとコップっていうのはですねいろんな装飾品がついてたりですねあとあの貧乏人はまあ木で彫っただけの形が雑なものいびつなものを作ってたり使ってたりえ貴族は貴族で陶器製のすごい なんかそういうようなものをっ、ね、のううのもやってたんですけどもアートクラフトつまり日常生活の中に入ってくる大量生産のものもなんか美しくしようというふうなことで僕らはですねきれいな幾何学的なコップを作るよう使うようになったでそれが透明だからより未来を感じるようになったと。 今別にあんんまりそななこと考えないんですよ。僕らはただ単にあの透明なやつを清潔だからとかって思って使ってるんですけども僕らの身の回りにあるものはそうやって誰かがアートだと思って始めたものが庶民の手に入るようになって当たり前になってより安く作れるものが残っているつまりアートの死骸に僕らは囲まれてるわけですね。例えばこの、このテーブルも。 この今、僕使ってるテーブルはもう本当に安い安い既製品のテーブルなんですけども足元がですね猫足になってるんですね。で猫足の家具っていうのはイギリスの王様のですね王様王様によってほら何度か様式ってよく言うじゃないですかイギリスの家具のアンティークって。あれどういう意味かというとその時代にイギリスが征服した土地の木材なんですよ。 こんなふうな家具も作れるようになりましたっていうのがなんとかあの南西様式とということで現代に伝ってるわけでですね。でも僕ら今の現代は薄い薄い紙みたいな木をバーッと糊で貼り付けて加工するもんだから別に木でどんな形でも作れるんですよそれで家具作れるんですよね安い安い値段で。なので平気で僕らの時代は家の中に誰様式の家具も置けるんですよ。 工業によって大量生産されて、僕らの生活の中にいろんなものが来るようになった場合もあれば、かつてはお金持ちしか持てなかった特殊な形のものっていうのを、簡単にプラスチックの成形であるとか木材の成形であるとかで、僕らの生活の中に入ってくるものようになったと。だから、こういう全ての僕らの身の回りにあるものは、実はアートの死骸なんだ。これが1段目です。すみませんね。面倒くさい話になりますよ。2段目。 ミュシャが描いた。ミュシャっていうアーティストいるじゃないですかなんかそのポスターっぽいものをいっぱい描いた人でそこの縁の周り縁取りがなんかこう藤の花だったりです、ね、いろんなものがありますよねあの縁取りって今イラストで誰でも使いますよね。あの赤い高見くんが昔「プリンセスメーカー」というゲームを作った時にもやっぱそれ描いたんですよね「ミュシャっぽい絵」っていうのを描いたんですけど「ミュシャっぽい」というふうなことで量産されるようになると。 かつてはアートだったものが、なんとかっぽいというふうな形で、僕らの生活の中に入ってくることもある。これが二つ目。一つ目と二つ目から出される結論は、つまり、一般大衆が求めているアートっていうのは、そのアートそのものではないんですねあの。それっぽい量産品が生活に入ってくることなんですよ。決して僕ら自身は、実はよっぽどマニアの人以外は、アートをあの必要としていない。 それどころか、アートっていうのを消費財のようにして使うことでアートを体験する。これがまあ、現代人の特徴だと思います。まあまあ。多分もうこ,こから先も変わらないんですよね。現在のユーチューバーですね。ここからユーチューブの話も、ユーチューバーの話になるんですけど。現在のユーチューバーもそれぞれが特注品なんですよ。アート作品と言ってもいいですよね。つまり、彼らは人間なので、そのそれぞれが個性があって、切り口が変わってて、他に二つとない。 ヒトラーばっかりなんですよ。みんな同じように見えるかも分かりませんけども <laughs> 2人といない特殊な人らばっかりなんですねだからそれぞれが特注品のアートなんですよしかしユーチューバーっつうのはですね人間なので見た目も声もどんどん変わっていくわけですね思想も変化する場合もあるんですよだから昔好きだったけども最近はいまいちっていう場合も多いんですよねで昔は好きだったけどそれを今いまいちっていう人の方が大部分なんですよね。 もちろん中には熱心なファンもいて変わっていくユーチューバーをずっと追いかけてずっと好きという人もいるんですけども大部分の人はその初期の一番メジャーだった頃のユーチューバーその人が好きであってですね変化というのを望んでないんですねファンというのは変化を望んでないそれはもうあ,りあらゆるタレントさんにも言えることなんですけどもです、ね、例えばその黒澤明の作品だってやっぱりその七人の侍とかですね なんだろう用心棒のファンはすごく多いんですけども後期の黒沢作品のファンというのはあまりいないんですね映画ファンとかマニアの人は別としてでアイドルもその昔のアイドル昭和のアイドルマツコ・デラックスが好きなです、ね、昭和のアイドル松田聖子中森明菜もいまだに新曲は歌ってるんですけども。 それはもう、よっぽど好きな人へないと必要としてないですね。みんな、やっぱり、その黄金期のアイドルの曲は聞きたいんだけども、今のはどうでもいい。多分、どんなアーティストもそうだと思うんですよ。マニア以外にマーケットないんですよね。つまり、あらゆるアート、あらゆるユーチューバー、あらゆるタレント、あらゆる芸術家は季節商品であってですね。普遍的なものではない。ちょっとずつ、ちょっと話が。 面倒くさくなってきますけども、だついてきてください。だ、その意味で、今コメントに流れたんですけども。宮崎駿ってすごいんですよ。あんなに長い間、黄金期やってる作家って、なかなかいないんですけど、あの秀明もすごいですよね。ユーチューバーも同じですね。その。一番人気のある瞬間の切り口とか、喋り声とか、見た目が求められると。なので、これって、実は、A. I. で再現可能でもあるんですね。可能っていった意味は何かというと。 今の技術的に可能という意味じゃないんでなんすよ。今の技術の延長線上で別に十分可能性があるというふうな意味で,その意味で可能を使ってます。だからあの今の技術ではそんなことできないという反論は意味がないです今の技術の延長線上で YouTuber のです、ね、切り口や喋り方見た目っていうのを変えないようにするもしくは再現するということは原理的に可能である。 今コメントに流れた AI ミソラヒバリっていうのがあるんですけどもそれもですねあれ毎年やってりゃんうですね。あれをなんか特定の年代で見てあれを見たけど駄目だったではなくてあの調子で進化していったらどうなるのかと。だって1990年代にですね全く人間に見えなかったものが2010年代には不自然な人間に見えるようになり2020年代になってくると。 ちょっと違うんじゃないのとか、マニアが見たらわかるよとか、昔から皆様言われ知ってる人が見ればなとかいうふうになってくるんですよね。五年ごとぐらいにとんでもない進化が起こっている。同じくですね。芸能人とかタレントとか、お笑いの芸人さんの個性も。ミュシャのあれと同じなんですよ。つまり。ミュシャそのものでなくて、赤井君が真似して描けるように、で今だったらデザイナーの誰でもミュシャ風の。絵が描けるようにですね。将来は再現が可能になっちゃう。 ですね、不気味の谷が、まあ、どん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 見えなくなっていくと言ってもいいですしめちゃくちゃ化粧の濃い人いますよねんて言うんでしたっけあのワールトらしい化粧濃いやつペコパえっペコパじゃなくて <laughs> なんだっけ <laughs> まあいいや <laughs> 松嶋菜々子の CM に出てるやつなんだけど<笑><笑>まあそういうサンダーバードみたいなすごい <laughs> あのメイクの強いタレントさんがいるんですけど <laughs> あマットだマットですねありがとうございます。ああいうのがです、ね、だんだんん僕らはもう 見ていてそんなに変じゃなくなってくると不気味の谷がなくなるんではなくてしまいには不気味の谷がない方が不安になってくると。 だからあの女の子の写真とかで昔はその輪郭を強調してたり目を大きくしてたりなんかまつげスつけてたりカラコン入れてたりすると不自然に感じたのがだんだんそっちの方がよく見えてくるから持ってない写真いわゆる顔を盛り上げてない写真は人に見せられないと思うようになってくることが多くなったこれも世代の差なんですよ。多分、代、50代ぐらいいの人は、はそううう写真は不気味と感じるようになって でも、二十代ぐらいの人は、不気味ぐらいやってくれないと、人に見せられるものにならないというふうになってくる。これが、不気味の谷というのが消えていく現象ですね。技術が上がってきて消えていく場合もあるし、逆に言えば、強調された不気味な方が、本物に見えちゃう場合もあるといことなんですね。これが、タレントやお笑い芸人やアイドルやユーチューバーの持っている喋り口、個性、見た目の動画そのものが、 AI でで実は再現可能だと僕が話している論です。一つは技術的な進歩によってそれは可能になるということもう一つは僕らが見ている僕らの目がより人工的なものの方が自然に見えるって恐ろしい現象ですね。だって人工的に作ったものは黄金期の彼らが見えるわけなんですよ。黄金期のヒカキンが、 人工的に再現されたものともうかなり老いぼれてきて顔もシワだらけでなんかこう表情も左右が非対称になってというようなヒカキンとどっちが僕らは本物のヒカキンとするのかそれはもう10年後の僕らでないないいとわかんですね。これがなんか僕が考える技術の進化によってあらゆるタレントとか動画に出てくるような人僕を含めてですねそれが AI によって置き換わるだろうという技術的なまず。 考え方の根拠ですねで。次はここからはですねその社会的な考え方になるんですけども AI で再現されたそういうタレントとか芸人っていうのは 仕事を選ばないんですよね当たり前ですかどんな仕事にも出てくれるわけですよでいつまでも年取らないわけですよ。便利なんですよでおまけに無限に仕事できるんですよだだって処理機の中に入れたらだからあの世間のトピック入れたら松本ひとしあいは松本ひとしっぽいことを言ってくれるわけですよでそれは本物の松本ひとしが出す100点の松本ひとしにはかなわないかもわかんないんですけども常に95点の松本ひとしを出してくるわけですねでたまに1 0点の松本ひとも出してくるわけなんです。 でその精度が年々年々上が年上ってくるわけですね。有吉のツッコミみたいなものも有吉のツッコミにはかなわないと思うんですね初期のうちは。でみんなが「いややっぱあんなものダメだダメだ」と言っているうちに1年経って2年経って3年経ってどん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 運用しているうちに本物の有吉より言言っっててほしいことを言ってくれる。そうなると本当の有吉が言うようなブレがあることとかみんなの心に「有吉らしいな」って思ってもらえないことが逆に言えばみんなちょっとこれ有吉じゃないんじゃない 本物の有吉が有吉に見えなくなってきて、ai の有吉こそが有吉っぽく見えると芸人さんがですね。テレビに出る時にいつものやつやってくれって言われると似てますよね。みんないつものやつやってくれって言われて。でも本当は新しい。これが出た。い。今自分が面白い。これがやりたい。でも売れてる。あれかつて売れた。あれをやってくれという風うに言われるわけなんですけど、そのかつて売れた。あれをやってくれが全て ai がやってくれるようになると。 いつの間にか本人そのものは注文がなくなるんですよね。そうなるとですね。まあ、ギャラも安いですからですね。人間はと言ってもいいですし、本物は機械との競争に勝てないと僕は考えてるんですよ。母を立てて3000人っていうですね。テレビアニメがあって、まあ最初の方でですね。マルコ。 という男の子が全然、ね、瓶洗いのバイトをずっとやってたんですよね。ドリンクとかビールとかああいうのの飲んだ後の瓶を洗ってラベル剥がして洗って、もう一回工場に出して工場ではそこにまた飲み物を入れてあの王冠つけるということをやってたんですけど、その瓶洗いの仕事がなくなっちゃったと。なんでかというとアメリカ製の機械が入ってきたからだ。と。アメリカ製の瓶を洗う。機械は人間が1時間に。 30本とか60本の瓶を洗うのに対して1時間に200本の瓶を洗うそうだというおじさんを言ってても失業だとマルコくんも失業だとそういうのがあったんですけどそれはまあ,あの、ちょうどイタリア映画のです、ね、自動車泥棒が公開された時代というのがあって、まあ、あの日本では戦後なのかなぐらいあってそれを見た高畑勲がですねそのイタリアの厳しい失業それは何でかっていうと人間を幸せにするはずの機械が人間を 貧困に追い込み、結局それによって犯罪に走ってしまう人間が出てくるというような映画なんですけどそれをどうにかして自分のテレビシリーズですね「アルプスの少女ハイジ」の次の作品はこれだって言って <laughs> やろうとした資本主義の矛盾というのをやろうとしたも本当にあの人はとんでもない天才なんですけどもですねあのそういう作品なんですけども機械が人の仕事を奪うと。 そしたらどうなるのかというと、人間はもっと人間にできしかできないことをやればいいじゃないかってよく言,う言ったんですよ。昭和の時代から言われてました。昭和、平成、令和ときてよくわかったことは、人間にしかできない仕事っていうのはよっぽど。 特別な人間しかできないという意味であって平凡な人間にしできることは優秀な機会はもっとうまくやれるということがどん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 分かってきたわけですよね。人間にしかできないハート、人間にしかできない想像って言うんですけども小学生が描く絵は全部クリエイティブで素晴らしいとは言え,る言えますよ。言えるんですけども。 小学生が描いた絵千枚並べてみて千人分並べてみたらやっぱ才能があるやつってわかるんですよ分かっちゃうわけです、ね、パッパッパッとじゃあその他の絵は素晴らしいかというとみんな素晴らしいという建前では言えるんですけどもそれぐらいだったらっていうふうにやっぱ考えちゃうわけですよね人間にしかできないアート人間にしかできない芸術っていうのにはまず差があるしその 差がある素晴らしいものでも、いずれはテンプレ化して機械ができるようになっちゃう。時間差はあるんですけどね。そんなことを今のコンピューター今の AI が作るのには、あと何年かかるっていう、その何年っていうのがあるだけであって、いずれは多分できるようなテンプレーが作られるということに関しては、 あまりその AI 学者は否定しないんですよ。人間にしかできないことがあるとまだみんな言うんですけども、それも将来はというふうにちょっと不満に思っている。それぞれのですね、その AI が作るものっていうのは最初は幼稚で陳腐で稚拙で安っぽいんですよ。だからみんな笑うんですよ。で、それはフル CG の映画と同じで。 フル CG の映画なんてみんな最初に見た時にシェンムーの最初の映画とかとかですねあとピクサーの最初の映画とか見た時にこれは映画にはならないうまくできてる面白いけど工夫があって面白いけど映画にならないというふうに言ってたんですけどもマーベルの映画なんて半分 CG じゃないですか半分以上って言ってもいいかな CG じゃないですか。だから あのフル CG の映画の恐ろしさっていうのは決して進化が止まらないことなんですね進化が止まらないので最初笑ってた人も5年後10年後見たらおお結構見れるなというふうになってきてで15年後ぐらいになってくるとちゃんと作ってくれよと安っぽい特撮見せるなちゃんと美しい CG で作ってくれよというふうになってくるとで今現在ちょうど007とか見てたら CG もいいんだけどやっぱり人間がやったアクション 本当にやったロケ、本当に作ったでかいセット、かっこいいよねってまあデューンもそうなんですけど言うようになっているってですね、ちょうど C.G. と本当のセットとかロケっていうのが拮抗している状態なんですよ。もうそれ20年前には考えられなかったことなんですね。C.G. はあくまで代用品であってすごいイメージを見せれるんだけどっていうのがあったんですけど、だからもうこっから先はコストの問題、どっちが安いかですよね。チェニジアに行って砂漠の夕日を撮るのが安いのか。 もしくはインダストリアルライターのマジックに頼んで ILM に頼んでチェニジアの UFIT を作ってくれた方が安いのかというふうな問題になっちゃうわけですね。機械の進化速度は一定であって、て決して止まらない。だから人間は機械に決して勝てないんですね。 この僕は本の中でというか2017年のですね年末に話したゼミで話した話で言いたかったのはユーチューバーが証明するっていうのは一番その時にわかりやすい例え話として選んだんですけども本当にあの言おうとしたのは何かというと恋愛とかセックスとかアイドルとか母親の愛情とかですね人間の思いやりですねあとはまあ有吉さんを含めて芸人たちが持っているセンスや切り口などはいずれすべて その機械が取って変わると。それにはいつなのかという差はあるし最初はダメだという条件はあるんですけどもでもずっとやってるとそのどんどん年を取って切り口が鈍くなってくる有吉より 切り口が単,単調かもしれないんだけど、年々マシになってくる AI 有吉の方がいいよねっていう風になってくる。その日は必ず来るってことですね。これはシンギュラリティポイントみたいな、いい加減な、ですね、超未来の、<laughs> いつ来るか分かんないようなよた話ではなくて、もう本当にこの10年、20年、昔からを振り返れば、確実に分かっていることばかり言ってるんですよ。2017年ですね。あの4年前に語った。 内容が3年前に出版された本のことを言われてるんですけども僕は今もその結論ですから、ね、その考えは。でそれはユーチューバーが消滅するというふうに書いたんですけど正直言えば政治家にしてもタレントにしてもですね最初は単純労働で食べてたような人間が機械によって仕事を奪われるんですよ。で次は知的労働をしている人間の,の仕事が機械に奪われるんですよ。 でその次は、センスです、ね、センスとかはですね天部の才能でですねあの食っているような人間の仕事が AI に機械に奪われていくとこのすごく大きい流れの中の僕らはどっかのポジションにいるんですね。 でこの大きい流れ自体はあんまり変わりないというふうに思っているので、まあ、こんな本を出したわけであります。質問とかですね、意見とかですね、これ違うよというのもどんどん書いてください。あの、の岡田斗司夫ゼミというのは基本的に、ゼミが本編だとしたらですね、そのディスカッションの場というのはコメント欄みたいなもんなんですね。ぜひともコメント欄を見てですね、参加したりですね、自分で質問を書いたり、あと質問を見た人で答えられる人はですね、ちょっと答えてあげてください。よろしくお願いします。岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。ぜひぜひ ぜひチャンネル登録よろしくお願いしますではではよろしく